今回は8月13日から17日まで長野旅をしまして、4泊5日キナサランタンビレッジというキャンプ場に宿泊したんで、キャンプ場を紹介します。1は長野インターチェンジを降りて長野市内で買い出しをして、長野市内からは約30キロぐらい離れてまして、ひたすら国道を走って、この山道を走って、やっと到着しました。ホームページから区画サイトを事前に予約しまして、8月はハイシーズン料金が4500円で、お盆休み中だったのでトップシーズン料金で1泊5000円でした。管理棟にはこのように飲み物やアルコール、薪も売っておりまして、広葉樹が600円で針葉樹の薪が500円とお手頃価格で売っておりまして、薪の方は今回この薪を使ってキャンプをしました。はい、予約したサイトは B5 サイトで、テントを張って連泊します。で、かなり広い目のサイトとなってて、全部芝生になってます。素晴らしい。で、囲ってあるんでプライベート感もあって、空も広くて開放感もあります。広いサイトを活用して、こちらにテントを張って、ここにでかいタープを張りました。これ今日は手巻き寿司だそうです。このキャンプ場をちょっと一周してみます。ここが B5 サイトで、でここは A6、 A6 もめちゃめちゃ広いですね。でここは D サイトになりまして、ここは囲ってありますけど、ペットと泊まれるサイトになってます。これが C4、 このキャンプ場はサイトがとにかく広めになってますね。
鼻が綺麗。 C さん、草ぽんぽんだわ。 C 番、でここが出口です。キャンプ場の管理棟に行きます。キナサランタンビレッジ、ここが入り口で、ここが管理棟です。でここが電源が取れるサイトで E1 から E3 の3つあります。電源のボックスがこんな感じで設置されてます。から入ってって、でこちらに曲がると、ここも一角がフリーサイトになってます。でこれが B1、 B3、ここは A3、 ここは B4 ですね。ここは L4 で、ちょうど管理棟の下になってます。でこっち側に行くとトイレと炊事場があります。トイレはこういう形のトイレですね。でここが炊事場になります。一応お湯も出る形になってます。でこれが A5 サイト、でここがうちの B5 になってます。でちょっと戻って、ここに戻ってこちらに行くと S1、 S2、 ここがちょっと狭めなサイトになってますね。S3、
S4 S5 S6、 またここに行くと先ほどの炊事場につながりまして、ここは B5 の裏、でまたこういう形で裏口に通じているところがあります。今日は戸隠神社に行ってちゃんと御社巡りしてきまして、帰ってきてまた晩御飯の準備開始してます。米炊きます。もうちょっと。ご飯炊きます。あ、やべ。牛丼する。いい感じ。米は火力の弱い方に移しました。ビーガンミートも一緒。これで外して、じゃあこれも外します。なんでコインカメラあるの？はい、ベジキュー丼が完成しました。これで染み込ませて、あ、新聞紙。
いね。アスパラベジソーセージ焼き、完成しました。もうちょっと、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いい、弁当が完成しました。ゆらさん、ゆらさん、お、ゆらさん、お、ロケットみたい、ロケットだ、ロケット、まだ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 、いるまで、やめやめやめ、こっちこっち、ここここ、ここらへん、ここらへん、お父ちゃんに見ててやめ、ねえ、俺のとこにダメ、もうちょっとこっち、いいじゃん、ロケットとかわいいの、野菜じゃん、これ。いや、仕掛けたよ、え、いや、ね、逆さにしたらできちゃうじゃん、辛いかも。これ。欲しい。よし。そうだ、そうだ。あ。き。あ、おやすみます。あ、取れた。もう、まあ、いいや。あーちゃんは？よかった。やつやつこれ。ね、これ。ご飯と食べなさい。ご飯と食べなさい。
は？かわいい。なんだった？お。やめて。きれい。追加するの花に。スイカの T シャツ似合うね。はい、撤去、片付け完了しました。今回宿泊したキナサランタンビレッジは山奥にありまして、とても静かで星空も見えて大自然を満喫できるキャンプ場で、猛暑だったにもかかわらずとても涼しく過ごせて、長野の標高が高いキャンプ場がおすすめです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。